牛折市に広がりつつある境界トンネル。そこが広がりきると凶悪な妖怪たちが人間界に入り込んでくる。それを阻止するため雄介たちは虫折市に乗り込んでいったが、逆に潜水の仲間ドクターのテリトリーに取り込まれてしまった。仲間が次々と倒されていく中、雄介はついにドクターを追い詰めた。だが痛みを全く感じないドクターは雄介の霊眼さえも平然と耐えてしまう。どうする雄介。テリトリーを打ち破れ。さすがダークエンジェルが油断するなと言っただけのことはある。がしかし忘れたのか、俺の能力はドクターだぞ。結合手術も思いのままだ。なんとか助かったみたいだね。でも今頃ユウスケはどうしてるかしら。ユウスケ君は大丈夫よ、きっと。いった。ケイコちゃん。寒い。俺が思うに、それぞれの能力はその人間の好みや性格、環境なんかに深く関係しているね。意志という能力でありながら、俺がやっているのは殺人だ。がどうやら本職の医者よりこっちの方が向いているようだぜ。同感だぜ。てめえ7人のうちの1人だな。何？ダークエンジェルだの、ゲートキーパーだの、ドクターだの、いろいろいるそうじゃねえか。貴様そこまで知ってるのか。お互い様だ。てめえらも俺たちのことをいろいろ知ってるんだろ。いえ、他のメンバーの正体は。どこに住んでる。アジトはどこだ。答えはこれだ。本当なら気絶するほど痛いんだろうがな。俺が自分でコントロールした脳内麻薬のおかげですこぶる気分がいいぜ。テリトリーを解いてみんなを病気から解放しろ。そうすれば殺しはしねえ。だが逃がすつもりもないんだろう。ああ、どっちにしろてめえは無勝利だろうがな。できない相談だ。一度ウイルスに感染すれば俺の念そのものを消さない限り病気は進む。ついでに言うと、無所もごめんだね。マジでぶっ殺すぞてめえ。できるかい。お前は勘違いしてるぞ。俺は妖怪じゃない、人間だぞ。それでも殺せるのか、この俺が。
それしかねえなら喜んでやってやるぜクソ野郎。そうかな、お前は迷っていると見たね。チェッ、キリがないね。ケイコちゃんが大変なんだ。大変なのはみんな一緒さ。どこか安全な場所はないのかな。強いて言うならここが一番安全なんだよ。そんな…よし、行くぞ。待った。なんだよ、おかしい。静かすぎる。そういや、そうだね。何言ってんだよ。病院っていうのは静かにするもんだろうが。全然分かってないんだな。何が。もしさっきのが浦飯さんが放ったレイガンだとしたら、その後の動きが全くないのはおかしいってことだよ。だから結論から先に言うと、病院の中は誰か能力者のテリトリーだってことさ。それも間違いなく敵のテリトリーだ。俺たちにくっついていた尾行者がいなくなったことがそれを裏付ける。迂闊に中に入ると危険だってことなんだね。そう、特に桑原君は今霊力がないからね。そう言われると返す言葉もねえけどよ。ともかくみんなはここで待機しててくれ。俺が様子を見てくれ。おい、大丈夫だろうね。正面から行くのは危険すぎる。とすればのテリトリーか。ヤツら、ドクターが張った罠を警戒したようです。ヤツら少しは切れるようだな。それでいい。それでなくてはこれからが楽しめないからな。しかしドクター一人では荷が重いのでは。潜水さん、俺たちも行きましょう。必要ない。浦飯雄介という男を知るいい機会だ。はい。あと10分で俺の作った病原菌を注射されて奴らはみんな死んでしまうだろう。それを食い止めるには俺の意識を失わせ念を断ち切らなければならない。だがこの俺は気絶をしない。どうする、やっぱり殺すか。だが人間を殺したことはないんだろう、浦飯雄介。きっと後味が悪いぜ。江戸が出るほど嫌な野郎だな、てめえは。その褒め言葉好きだね。頭をぶっ飛ばしてやる。本気か。ばあちゃん、どうするんだ。下へ行くのさ。どうもユウスケたちが気になる。
いいかい、私が降りたらすぐに扉を閉めるんだよ。とりあえずこの中にいれば、あの虫たちは襲っては来ないようだからね。でも心配するな。能力者を倒せばその病気はすぐに治る。じゃが、ばあちゃん。なんてこった。ゆうすけ、けいこちゃん大丈夫だよ。ゆうすけくんやばあちゃんが何とかしてくれるよ、きっと。ゆうすけ。おい、よく考えろ。俺を殺しちまったらてめえは刑務所行きなんだぞ。そんな先のことなんざ知ったこっちゃねえ。往生しやがれ。助けて。くら。動くな、動くなよ。この女の首を落とすぞ。安心しただろ。これで俺を殺せない理由ができたな。コエンマ様。お前か。どうなさったのですか。病院は大変な状態になっているようですが。ああ、少し考え事があってな。なんだ。例の穴は確実に大きくなっています。多分